ゆっくり霊夢よ、マリサだぜ。今日はいつものビップマッチと違ってスマメイトで対戦していくわよ。スマメイトって強い人たちがレーティング対戦をやる場所じゃないか。霊夢みたいな雑なプレイで勝てるような場所じゃないと思うぜ。黙らっしゃい。ここでも私の雑なプレイでライバルを蹴散らしてくれるわ。いや雑なプレイじゃなくてもっとまともな立ち回りしてくれ。さて初戦はランキング上位常連の月光が使いと対戦よ。お前ごときが勝てるわけないだろ。って言われてるそばからまずい。これもう済んでないか。まだ届きはするから。まあ距離に余裕ないとこうなるわな。月光がにこんな早く撃墜されたの初めてだわ。DA で浮かしてから復帰阻止まで完璧だったな。対月光がビップでも苦手だから正直勝てる気しないわね。地上の立ち回りもそうだがこのカードは復帰阻止がかなり強そうだな。煉獄じゃんけんスタート。スタートして終わりだぜ。ここは強気に落雷襲からの確定コンボ。おお、3発で一気に 60% 稼いだな。勢いで上スマホールドを。そんな雑なプレイ上位勢に通るわけないだろ。さすがにこのレベルだと安易な崖上がりはしてこないわね。お前撃墜手段だけのお願いスマッシュに頼りすぎなんだよ。おっとまた浮かされてピンチだぞ。ここはレッキ暴れ。なんとかごまかせたな。浮かされるとほんときついから死ぬ気で拒否しないとね。下手したらそのまま外出されて終わりだからな。さっきの1ストメがその典型例だったんだけどね。これ以上離される前に一発ぶちかましたいわね。ここは強気に駆け上がりよこすま。アホか。ってやばい。ジャンク潰れた。もうこれは罪だな。あんなバッチみたいなことしたらそりゃそうなるだろ。上手い人を出し抜くにはああいうプレイも必要なのよ。MD に空砲さしてようやく1スト撃墜だな。1スト差あるし一気に火力取りたいわね。暗い奇襲の煉獄悪、外れだぜ。ってやばいやばい、これさっきと同じパターンじゃない？これ無理じゃね。まずは移動回避で距離を稼いで。ここは上から復帰。で上から復帰までカバーされてる。お願いします。助けてください。何でもしますか。よっしゃー。今のはほんとラッキーだったな。もうこれ完全に負ける流れだし、今のでしんどいた方が動画映えしてよかっただろ。なんでやねん。ほら煉獄じゃんけんを食らえ。2回連続でその場受け身だったな。やばい、踏みつけからえぐいコンボ来そう。うおーおー、すげー動きだな。最後の空前小ジャンプじゃなくて助かったわ。復帰阻止は空 M 暴れで回避。空後飛んでこなくて助かったな。きつい状況から抜け出せない。復帰阻止注意だぜ。よし、上 D 阻止は回避。下が空後で追い出されて再びピンチだぜ。これ余裕な意識でした。最初から最後まで難なく処理されたな。もうやだ、泣きたい、お家帰る。次の試合こそ暴れてやるわよ。相手はウルフだな。このカードは対戦経験多いし対策もそれなりにしてるわよ。前にも言ったけど大ジャンクから差し込みしてくることが多いから、ガノンの場合それを読んでクエヌを置いておくのが有効よ。確かにさっきからウルフのジャンプ全部潰しているな。とはいえ露骨にやってたら読まれるから適度に来るんだぜ。さてここの崖狩りはフルホールドー。上スマぶっぱ。いっすもーの。結局スマメイトでもお願いぶっぱだのにか。ホールド上スマなんて当たる方が悪いのよ、当たる方が。おい。まあ真面目な話、ガノン相手に崖上がるときは、ガノン側の行動きっちり見てから上がるべきね。上スマホールドが見えたら攻撃上がりするか。崖で様子見すれば何の問題もないからね。ほら空 M 振りまくってるからジャスがしてきたぞ。ここは暴れてなんとか。あほらー、暴れにうまいこと空後合わされたな。お相手さん浮かしてからの展開維持がうまいわね。せっかく早期撃墜したのにすぐ取り返されたな。ほら逃げんじゃねえ、悪質タックル。だがその後の追撃は当たらず。ガノンの DA 空上って繋がるパーセント体力わからないのよね。ほら空中からの差し込みは許さないわよ。それウルフにはほんとよく刺さるな。アップね、カスあたりで助かったな。浮かしたら強気の読みしてくるわね。安易なジャンプや暴れをせず崖に逃げるべきだな。流れ取られる前に1スト取りたいわね。ここで私お気に入りのセットプレイ行くわよ。まずは2連空後、そして上スマだ。マジかこいつ。今のセットプレイ何を狙ってたんだ。その場上がりの相手に空後先端を当ててからの上スマ。ジャンプ逃げ後ろ回避、その場様子見の3種類の行動を狩れるのよ。だから別にガークラ狙ってたわけではないのよ。それ聞くと初見殺しには有効なセットプレイだな。って余裕で蹴ったからまたスマッシュブンブンかよ。さっきの月光が線でストレス溜まってんのよ。お前を欲望の吐け口にしてやるわ。その言い方やめろ。ほら受け身読みレッキ。キャンセルからの空後。相変わらず強すぎだろガノンの空後。ふふ、この試合はガークラマ人権やスマッシュも当てれて満足したわ。ラッキーパンチが何回か噛み合っただけで調子に乗り上がって。次の相手はイカちゃんか。インクリングは制服コスの方が好きだから、カラーチェンジしてくれないかしら。バカなの？いやいやカラーは大事でしょ。男の方使ってたら対戦拒否したいレベルだわ。おい。まあ実際男のインクリングとかほぼ見かけないからな。ベレスとかカムイもほぼ女の子しかいないわよね。男女選べるキャラで男選ぶ人ってホモとしか思えないんだけど、偏見がひどすぎるって、珍しく慎重に立ち回っているな。なるべくローラーを見てから対処できるくらいの間合いを維持したいのよね。お相手も立ち回り硬いわね。下 B で待たれるとガノン側はきついな。山なりの投げ方してきたらタイミングさえ合えば、熱脚でかいくぐりながら差し込めるけど、毎回狙って決めるのはしんどいわね。
ライン戻せなくてしんどいな。オラ化け話援護区、下 B に邪魔されて失敗だぜ。はい、そこ好きあり。いい感じにレッツ脚差し込めたな。オラオラ空中攻撃で圧をかけていくわよ。かけたはいいが全部外しているぞ。アップね、今のダウンしてたら埋められてたわね。パーセント的にローラー要注意だな。で、埋められてしまった。スマッシュ飛んでこなくて助かったな。しかし次埋められたらホールドスマッシュで撃墜不可避だぜ。接近して仕掛けたいけどローラーが怖いから迂闊に攻められないわね。崖に出されてピンチだぜ。ここはボム消えるの待ってからそのバーが。え、何そのローラーの振り方。これはもうどうしようもないぜ。あのローラーはそのバーが読みの行動かしらね。ローラーの振り方がうまいなお相手さん。オラそこ好きだらけよ。煉獄横丁復帰阻止いっか。いや、ここは崖奪いを匂わせておいて、回避上がり読みの良いなら、おお、読みが合ってたな。崖奪い匂わせておくと最速で回避上がりやジャンプ上がりを選択する人が多いから、ガノンの上スマがめちゃくちゃ機能するのよね。いつものお願いスマッシュじゃなくて狙いスマした一撃というわけだな。ちなみに前作は崖奪いを回避する方法はこの3つの上がり方を最速で仕込むことだったんだけど、今作は最速その場上がりでも OK よ。でも前作の癖で回避上がりする人が多い印象あるわね。で、霊夢がこんなに真面目にシステム面の解説しているの初めて見たぜ。これは緊急事態宣言が長引きそうだな。私の行動が与える影響甚大すぎでしょ。また今のローラー危なかったな。この人のローラーいつまでも避けられる気がしないし、ここいらで早期撃墜狙ってやるわ。王道するんだ。安心と伝統の上スマブッファ。さっきの読みは見直したと思ったらすぐこれかよ。だから上スマホールドなんて当たる方がうるっせえこら。お願いスマッシュだよりだと次回マッチングした時警戒されて負ける率上がりそうだぞ。まあその時はその時でなんとかなるでしょ。計画性が欠片もないなお前。よし早期撃墜のリードを生かして、ここからはガンガン攻めるわよ。オラ煉獄じゃんけん。今日はじゃんけんなかなか決まらないな。オラローラーなんか空下で粉砕してやるわ。そして着地狩りの圧縮タックル。オラボサッとしてんじゃねえ。パニッシュメント。イエース。最後の流れは悔しいが見事だったぜ。うははははははは。はい、ゼロ。それじゃ今後はビップの試合に加えてスマメイトの試合も動画で使っていくことにするわ。今日はこれにてお開きよ。ご視聴ありがとうございました。